ポンポンンポンポンポ、ンポ,ンポ,ンポ,ンポグニャン。まあ、そういう意もね、まあもう、マスコミも自民党総裁選ばっかりっていうね、まあ僕はもう全然その総裁選、えー、誰がなってもね、所詮自民党やろっていうふうにしか、まあ見てないんで、あんまりこう、 なんていうんですかね。まあ、もうちょっとなんかいろんな展開があればね、面白いのかもしれませんけども。まあ、これででも自民党自体の支持率っていうのがね、まあ、すごく上がってると、まあ、立憲民主党の何倍とかね、もう30、40とか、えー、その、比例のね、まあ、衆院投票先なんか5割とかね、 5割近いとかって言って、まあ、これ、衆院選で自民党がですねまあ、本当に圧倒すんのかなっていう、まあそこへの疑問っていうのもまあ僕はあるんですけども、まあでも、その今のね、やっぱその直 近の地方選とかで、まあどういう風なね、やっぱ衆院選でもどういう風になってくるのかなと、まあ地方選がその、その地域の選挙区にね、まあ与える影響っていうのはあるわけですから、まあそういう意味でもですね、まあ大阪なんかでは今、今というか共闘開票をやったんですけども、大阪の摂津市っていうところで、まあ摂津市議選っていうのが、 まああったんですけども、まあここでその自民党の候補者もね、まあ4人、えー、公認候補なんですかね、自民党、えー、党派、4人、えー、出てるんですけども、まあこれが何通るのかなと、まあ大阪では維新が強いからね、まあ総裁選の盛り上がりでですね、ひょっとしたら自民党が、 まあ今まで二人やったんですよね。で、無所属と対して三人とかやったんですけども、まあ今回はその四人立てて、えー、自民党がどれだけ通るのかなというふうにも、まあ注目して見てたんですけども、まあ先ほど、え摂、ー、津市のホームページですね、この摂津市議選の開票っていうのがもう確定したと、えー、10時25分に最終、えー、で確定した100%開票になったということで見ると、 まあやっぱり自民党がですね、二人やっぱ落ちてると、四人中二人落ちてるっていうね。だからまあ前回とまあ同じような結果かなと。うーんいや、これがね、な,なん、てうんですか、この、まあ名前はね、もうあの言いませんけども、まあ女性の方、えー、と、男性の方、どっちも今回、えー、新、新人だと思いますね。えー あの新しくですね、まあ、議席確保のために2人、えー、自民党出あったと思うんですけども、まあ、その2人ともがですねあの落ちてると、でやっぱり得票数もね、えー、この、まあ、確定した中でいうと、自民党の男性の方がまあ最下位っていうね、まあ、これもちょっと衝撃的かな。 いいうのは思いますねで僕、たまたまこの方、あの名前は言いませんけども、あの占領下のねあの駅前ですかね、あのですごく一生懸命やってはって、です、ね、いや、すごい熱入ってるなっていうかね、まあ、自民党の街宣車もですね、まあ,あの設置し、ぐるぐる回ってたような気しますし、それでもやっぱりあかんねんな っていいうのが、まあ、正直思いましたねもうこの人行くんちゃうかなと、すごいなんか力入ってた駅の近くでのね街頭演説っていうかあの応援団もすごく、えー、頑張ってはったなっていう風に見てて、いやそれでもやっぱあかんねんなっていうのが、あのー、やっぱり総裁選。 がねまあ、世論調査でも自民党の支持率が伸びたとかっていう風に出てますけども、やっぱ大阪は、これ見ると別なのかねで、やっぱ大阪っていうのは維新が強いっていうのもありますけども、やっぱり維新がやっぱりもう、あのなんていうんですかもう、もうトップっていうかね、やっぱりトップで2100票、えー、で取ってるとで、その次に公明党っていう風に出てるっていうねん、やっぱまだまだその、 大阪ではですね、自民党が維新に、こう、なんていうんですか、自民より勢いがあるっていうのはなかなか難しいのかなと。まあ、前回と、えー、結果は変わってないと。まあ、ただ今回は維新はですね、前回5人立ててたんですけども、まあ1人落ちたからですね、今回は4人のままに絞ってるということで、まあ、あの、この摂津市っていうのは衆院の選挙区で言えば大阪7区に当たるんですけども、 まあその勢いはないんだけども、でも得票数はやっぱりトップ当選してるっていうことを見るとね、やっぱり維新はまだまだ強いかなと、で大阪7区っていうのは、摂津市と吹田市だったと思うんですけども、まあ、一応、自民党の渡嘉敷直美さんの、まあ、選挙区なんですね。と、えー、いうことで、まあ、こ,れだからこれだけ見ると、まあ、前回と変わってないっていうことで、その 大阪で自民党が勢いあるかっていうと、いや、そうでもないのかなと、うん、やっ,やっぱりね、こう総裁選でね、わーっと盛り上げたところでっていう、地方選には関係ないのかもしれんかなと、まあ、衆院選には、ひょっとしたらね、あるかもしれませんけども、でもこの得票数を見ると、なかなか難しいものがあるかなと思いましたね。で今回あの 立憲民主党がですね女性の方を公認候補として立てたんですけども、まあ、この方もあのあの当選されたということでね、まあ、ただでも、その当選したと言っても、まあ、ギリギリですよね、ギリギリ1020票であの当選されたということで、でまあ、これの煽りを食らって、同じ民主系の、まあ、無所属の方が、えー、下から3番目で落っこちてるっていうね。 だからやっぱりね、同じ民主系、今回立憲民主党公認候補というのは1人だったんですけども、えー、民主系の方が他に二2人いてたんですけど、やっぱその方たちが影響をま受けた形になったのかなと、まあ、1人の方に影響を受けて落ちたのかなっていうのは思いましたね。うんだからもう僕は共産党とかもね、だから本当その、 影響を受けるんちゃうかなというふうに、まあ、ちょっとあの心配してたんですけども、まあ、ただ共産党もやっぱもう下から数えた方が早いっていうね、解、えーまあ、当選ですね、言ったら、もう言ったら、ね、気悪いですけども、うん、だからやっぱり本当難しいなと思いましたね、あのやっぱりそんな自民党総裁選でわーっと盛り上げたからって言って、急に、その、 自民党支持になるかというと、そうでもないんじゃないのかなと、まあこれあくまで摂津市議選だけの話ですけどもね、まあ、ただ摂津市というのもね、なんかいろんなマンションとかできて、やっぱり人口のね、入れ替わりっていうのが結構あるんちゃうかなみたいな、えー、気はする。スイタは入れ替わりは激しいみたいなね、なんかそんなウィキペディアで書いてたんですけども、んだからまあ自民党が、 そんな中総裁選盛り上げたから言うて、そのあい、急に盛り上げ、なんていうんですかこう、自民党の票が増えるとかっていうのはないなっていうふうに、い、えー、うのは思いましたね。だからやっぱり、あの地方選とかね、これ、市議選とかで当選しようと思ってやっぱり地道にコツコツやるしかないんちゃうかなっていうかね。 なんかそういうのはなんか思いまして、まあ、どういう運動っていうか、ね、どういう活動されてたのかっていうのは分かりませんけども、まあでも今回でも衆院選の直前っていうことでですね、まあ立憲民主党もね、枝野さんのあの声の入ったテープを流した車っていうのはぐるぐる走ってたり、自民党もね、あの大きい外宣車、 走ってたりとかして、まあ、かなり力入れてたと思うんですよね、まあ、維新もねあ維新も吉村さんの,あの声の入った車をですねあの長こうぐるぐる回ってましたからまあでも、まあ、こういう説主義戦はこういう結果で、まあ、前回と変わってないと、えー、自民党が前回も二人やったんですかね会派になって三人になったんですけども、まあ、結果的に、まあ、今回四人 立てて2人落ちたっていうのはですね、まあ、自民党にとっても結構ダメージ大きいんちゃうかなと。ま、うん、あと前回ねあのまあ、これもあんま名前言いませんけども市民ファーストの会であのあの落選された方は今回も落選されてたと。ね、うん、ポスターがねなんかね赤ちゃんとあの女性の 方っていうのがね、これがこうどういうふうな反応があるのかな、これ、意外性があっていいと有権者を受け止めたのか、そうでないのかっていうのがちょっと気になってたんですけども、まあ、結果を見ると、まああの、裏目に出たというかね、まあ、その狙った効果っていうのはなかったんじゃないのかなっていうのはあの思いましたけどもね。 まあ立憲民主党はね、まあ、立憲民主党は最下位でもです、ねまあ、議席確保できたっていうのはね、こう大阪で足場を作ったと言えるんじゃないのかなと、えー、無所属の民主系の方はね、あの残念ながら落選しましたけども、まあね、まあ、だからちょっとやっぱりツコツやるしかないんちゃうのかなと、こう地方選とかね。 うん、まあ野党はね、今、北海道の旭川市船が今日から始まりましたから、えー、僕はそっちに力入れてね、やっぱもう、一生懸命頑張るっていうことが大切なんちゃうかなと思いましたねチャンネル登録よろしくね。